うしたの？寝不足？もう、どうせ夜遅くまでテレビでも見てたんでしょ。分かっても嬉しくないよ。まるで子供みたいな生活サイクルだね。ほんと、そんな感じだよ。あー、待ってよ。ここにいたんだ。何か見える？見えないけど。ともや？あの本って？あの本か。うん、まだどこにも置かれてなかったから。ありがとう。
あの人が向かいのホームにいたの。間違いないよ。ううん、間違えるはずない。絶対間違えるはず。私、謝らなきゃ。あの人にちゃんと謝らなきゃ。トモヤ、どう？でも、何がわかるっていうのよ。私がどんな気持ちで今日まで過ごしてきたのかも知らないで。大体トモヤにはこんな経験ないから。ごめん。そんなこと。トモヤ、そうだね。
ごめん、私だけど。もしかしなくても寝てたりする？本当にごめん。トモヤって明日暇かな？よかったらデートでもどうかなって。待ち合わせしても友也が遅れてくるからいつも待ちぼうけだよ。もう反省の色がないんだから。で、どこに行く？それじゃあ。どうしていきなり現れたりするのよ。
私、言わなきゃいけないことがたくさんあって、だから今ここで言わせてくれる？やっぱりこんなところで会うなんてラッキーだ。お買い物に来てたけど、ゆえ一人だからつまんなかったんだ。あれれ？どうしたの、ともちゃん？うん？え？いいと思うよ。ともちゃんが音羽さんと一緒になるのに反対なんかしない。そんなの分かってるよ。ともちゃんと音羽さんが話してるの見てれば。そんなのともちゃんは優しいよね。でも、ゆえにとっては最高に優しいよ。ねえ、おとわさんのことを教えてよ。ともちゃん、楽しそうだね。おとわさんのこと話してくれてる時のともちゃんって、あやちゃんと一緒にいた時みたいだよ。うん、ともや。あ、おとわさんだ。
あれ、今坂さんがいたと思ったんだけど。うん、私が言い残したことは全部伝えたよ。私のこと置いてどこか行っちゃうんだもん。探したんだよ。変な気起こさなくてもいいの。一瞬置いていかれたかと思って心配したんだからね。はあ、行ったな。ねえ、トモヤ、私と付き合う気ある？一人で寂しそうじゃない？それじゃ、孤独の似合う男さん、学校までご一緒しない？じゃ、ご一緒しようかな。確か国語の課題があったよね。あったよ。もしかして忘れたの？そんなの隠すようなことじゃないでしょ。一緒に歩けるって嬉しいな。道が過ぎていつも気づかなかったけれど、これはかけがえのない思い、そんな
づこうとしなかった。私がもし私がいなくなる